今回はね、淡路島の洲本バスセンターというところに来てるんですけど、今回なんですけども由良福祉センター行きに、ね、乗ってきたということでやっていこうかなと思ってます。はい、もう完全にネタですよこれ。あ、というのもね、あのこれからね、まあ、大阪の方へ、まあ、今日帰っていくんですけど、その高速バスなんですけどね、この洲本バスセンターから、まあ、夜発着なんですよね。まだちょっとね結構時間あるんで、まあ、ちょっと暇つぶしにね、ちょっと淡路交通のバスに、ね、乗っていこうかなということで、はい、適当に今乗る感じなんですけどね。はい、今回はそんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、この洲本バスセンターなんですけど、こんな感じでめちゃくちゃ大きいんですけど、淡路島ではね最大級の大きさのバスターミナルみたいなんですよね。淡路島はまあ鉄道が走ってないんですね、バスがまあ交通の要所ということになっているということで、結構公共交通機関としてはね大切な存在になってるんですよね。はい、まあ、今回乗っていく由良福祉センターもね、まあ、何の用もないんですけどね、はい、まあ、由良線っていう、まあ、系統みたいなんですけどね、はい、乗っていきたいと思います。そしたらバスが発着する乗り場の方へ、ね、移動していきたいと思います。一応由良福祉センター行きのバスが発着する5番乗り場の方へ、ね、やってきたんですけれども、今回乗っているのは16時ちょうど発のやつですね。午後に発車時刻表があるんですけど、16時がしたら次18時までないんですね。18時、19時で、19時でもう終わりみたいですね。そしたらバスが到着するので待ちたいと思います。多分あれかな、あ、来ましたね、由良福祉センター駅。そしたらこれに早速乗っていきたいと思います。天気もいいから最高ですよね。これが有名なホテルニューアワジですね。あのホテルニューアワジって CM があると思うんですけど、これ結構有名なところです。
島かな、なんか何なんか分かんないですけど島がありますね。向こうの方にもなんかちっちゃい島が2つぐらいあります。しかもなんか道路みたいなのあるから分かんないよね。というわけでね、終点の由良福祉センターに着きました。いやほんまに目の前に、ね、あんな福祉センターがあるんですね。いや何の用もないのにね来てしまったんですけども、じゃあ今回ね由良福祉センター行きのねバスに乗ってきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。そうですね、まあ何の用もなくね暇つぶしに乗っただけなんですけどね、まあ、綺麗な海の景色も見たし、それからホテルニューアワジへのねアクセスにもまあ便利なバスだなと思いました。皆さんもね機会があればぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。